はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポンが実況するコールオブデューティーモダンフォーエアキャンペーンモード、今回は第10回目ですね、やってまいりました。前回からの続きですね。まあ、このジョージアのファーネスの中へという、ミッションの途中です。まあ、前回はですね、アレックスとファラの別動隊部隊が最後爆弾ですねのスイッチが壊れてしまって、アレックスがつけに行ったんですけども、まさかアレックスいいやつだから死んでほしくはないんですけれど、どうなったのか。そして今度はプライス隊と、ギャリック軍曹の方の、パートになりますので、その続きからプレイしていきたいなと思います。まあ、前回はね、ジャガーノートとかいろいろ出てきたんで結構ビビりましたけど、今回はまあ、ギャリック軍曹の方のパートになるので、まあ別動隊の、部隊のパートになります。まあ、これがね、どういう展開になっていくのか、また楽しみなんですけども、やっていきますよ。さあ、ちょっとロードの時間があるとは思うんですけども、さあ、もうちょっとで。さあ。エコーはフォーレスに着いた。ハラーバルコン。ラジオエコー、パイプラインに向かってる。準備はいいか？もう光線規定はなしですね。まずはあのスナイパーからだ。了解です。M32 グレネードランチャー。ほら、嫌いだ。AK12 カスタムだ。ダメねー、やだ。ブラボー、ついてこい。パイプはこっちに繋がってる。肩をつけるぞ。イエスさん、お願いします。タイ、早くゴー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 。俺が間に入ろう。よし、爆薬を仕掛けろ。よくい。よし、パイプラインに設置完了。アルコンは逃げるつもりだ。ファラ、ニコライ、どこにいる。今が何時だろうと構わん。いいか、
今すぐモスクワにつなげ。繰り返す。バルコフは離陸した。バルコフ大将はだと言え。ほら、それでわかるはずだ。まだ終わってない。今が何だろうと構わん。いいか。今すぐ何？カリムか。な、バレた。バレた。なんだよ。バレんのかよ。まだ終わってない。今が何だろうと構わん。いいか。今すぐも何？え？カリムか。これどうすればいいの？隠れてればいいのかな？それやりにまだ終わってない。今が何だろうと構わん。いいか。今すぐモスクワに繋げ。マルコフ大将からだと言え。それでわかるはずだ。朝食を食ってる場合か。こっちはテロリストに襲われてるんだ。何？カリムか。なんでバレるんだ。分かって待ってればいいのかな。ちょっと待ってみれば。初見殺しじゃんこんなの。ひどいよ。まだ終わってない。今が何だろうと構わん。いいか。今すぐモスクワに繋げ。マルコフ大将からだと言え。それでわかるはずだ。ここから出るとダメなんだね。ちょっと待ってみましょう。朝食を食ってる場合か。こっちはテロリストに襲われてるんだ。スペツナズを派遣しろ。大至急だ。私は上官だぞ。おい、応答しろ。おどのタイミングで行けばいいんだ。そういえ、マルコフ大将だ。アンズルだ。私は無事で、状況を監視できる安全な場所にいる。警備隊、こちらマルコフ大将だ。全部隊をファーネスに回せ。はい。解消されてるだ。誰が中にいる。お前もさっさと行け。もたもたしているぞ。この私自ら貴様をあがめる。何？うわっ、貴様どうすればいいんだ。つかめ。ほら、ほら、私はまだ生きている。生き続け。ネズミどもを殺してやる。ロシアを守るのはこの私だ。さあどうする。悪党やヌスッドどもが祖国を脅かすことは許さん。ほら、貴様に屈しはしない。ほら、話したようだ、ファラ。はるか昔に。家族のためだ。家族の分。これはハディルの分だ。終わったのか。ファラ、状況は？大尉、バルコフは死んだ。了解した。アレックス、爆破の用意は？万全です。アレックス。ファーネスは囲まれてる。俺はもう逃げられない。やるしかないな。ありがとう。ああ。オールクリアだ、大尉。了解。総員へ。カウントを始める。アレックス。3、2、1。カリム、解説ステージ向かえ。ロシアも感謝してる。行き先は？ウルジクスタン、故郷へ。
アレックス。紅茶？ああ、一杯やるにはまだ早い。バルコフが切り捨てられた。ロシアはそうするしかないだろ。あなたは大きく関わってしまった。そうだな。だがバレてない。もちろん。あなたがシェパードに頼んだファイルを預かってる。一体何をする気？タスクフォースだ。タスクフォース。あなたにはまだ仕事だ。片付けるさ。非正規の人員は必要ないの。ならもういい。ザカエフがのさばり始めた。ザカエフ？プリピアチで仕留めかけたマクミランと息子がいたの。名前はビクター。素敵な一家だ。マジか。アデルに入れ込んでる。だからあいつはまだ生きてるのか。助けようとしてる。ならファイルがいる。嘘だろ。あいつの息子がいるのか。メンバーは？ギャリック軍曹。カイル？ギャズと呼ばれてる。無口なやつだ。ジョン・マクタビッシュ、SS のスナイパーだ。通称ソープ。何の略？秘密だ。ギャズとソープ。サイモン・ライリー。写真がないわ。ああ、残りは協力するなら教えてやろう。タスクフォースの名前は141。わあ、懐かしい。あれ、終わったんだけど。ちょっと待って。この後どうなんだ。これで終わり？まさか。ワンフォアワンって、まあ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 、いろいろ整理すると時系列的にはまあ、あれの初代モダンフォーウェアの後なんで全然あれなんですけど、ってことはまあ、新しくブライス隊がタスクフォースを作るということなんだね。で、ソープマクダビッシュ軍曹はモダンフォーウェア3でお亡くなりになられてるし、ギャズもお亡くなりになられてるし、まあ、新しくまたその名前をそれぞれつけるっていうことなんだろうね。そういうことだ。多分僕の推測が間違ってなかったら多分それで終わりだとは思うんですけど。終わったよ。終わったのか、これは。ギャズ懐かしい。ギャズ生き残ってたっけ。忘れちゃったな。ギャズとソープはね、それぞれ初代の人たちですからね。ソープ・マクドビッシュ軍曹は初代モダンフォーエアの最初の主人公でしたね。その時ソープ・マクドビッシュ軍曹が、新人で入ってきたと。で、そのギャズっていうのがそのタスクフォースの先輩で、当時のタスクフォースの101のリーダーがプライスさん。新しくだからチームを作るっていうことですよ。いや、終わったな。最後バルコフあっけなかったな。アレックスも散ってったけど。まあでも随所にこの初代を思わせる感じが出てたからすーげー面白かったな。なるほどね。いやー、なるほど。
まあ今ねモダンフォーエアのキャンペーンが、まあ、これで終わりなのかな、ちょうど10回目で、終わりだと思うんですけども、キャンペーンモードって最後にね特別のミッションがあるはずなんですよ。なのでちょっとそれが多分どういう感じなのか分かんないですけど、それをちょっと楽しみにしながら、今ちょっとスタッフロール流れてるんですけど、まあ、ちょっと終わったら多分それが出てくると思うので、いや最後のブライスさんかっこよすぎだろ。これ多分ね初代モダンフォーエア、モダンフォーエア2、モダンフォーエア3、これをやっていただいて、なおかつこれを今やるとよりブライスさんの背景がわかるので、キャプテンブライスさんの、いやわかるんで、いや本当にたまんないですね。いやすごい濃密なモダンフォーエアでしたね本当に。これはカットできるのかな。あ、スキップできますね。ちょっとじゃあスキップして後でね返してみようかなと思うので、ちょっとじゃあこの後の続きが気になるので、ちょっとスキップして、見てみましょう。どうなるんだろうこの後は。あーなるほど、これで終わりですね。ってことはなんか続きがありそうな終わり方だったけど、すごくサンキューって入ってますね。プライスさん、ファラー、アレックスして帰るのでしょうと。おなんだ、シア人兵士。全滅する、ロシア兵士がやられてる。え、誰だそれが。あれか、ベクターって呼ばれてるやつや。え、なんだなんだ、何が起こってる。市民はまだ避難してる。アルカタールが町を占拠した。いい場所だったんだが。かつてはな、ベルダンスク再建は東西諸国のおかげだ。奴らはそれが気に食わなかった。なるほど、今やアーマーまで装備してる。テロリストのくせに。誰が指揮を。新参者。誰。いい帽子だ、名前は。さあ、でも大物に顔が利くみたい。ロシアの情報だな、どこからこれを。モスクワの同業者。 CIA が FSB と組むのか。よくあることだ。カマロフ。カマロフ。プライスタイ。カマロフだ。ニコライ。懐かしい。この悪党が褒め言葉として受け取ろう。まあいい、今は味方だ。狩りがあったな、ベイルートで。カマロフ軍曹が作戦に手を貸してくれる。新たな兵器がアルカターラにテロを戦争へと変える力を与えてしまった。我々も見過ごせない。多国籍部隊を立ち上げ、奴らのリーダーを追う。手に負えなくなる前に。よし乗った、チームを集めろ、取り掛かるぞ。お、新しい連中が出てきたと。話はスペシャルオプスへと続く。なるほどですね。はいはい。ここで話がスペシャルオプスにつながるということなんですね。これじゃスペシャルオプスやるしかないじゃないですか。なるほどなるほどなるほど。はい。というわけで、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。これで、あれか、終わりか。あー、なるほど。トボセブンプラスラズル、新たなタスクフォースワンフォア変態について話を。ああ、いっぱい。はい、わかりました。というわけで、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。スペシャルオプスが続くっていうことなので、
スペシャルオプスね、かなり難しいんですけど、なんとかね、できるように、ちょっとこの続きも気になるので、ちょっと頑張ろうかなと思うので、ちょっとね、今回キャンペーンモードはこの10回目で終わりになります。ぜひ皆さんですね、モダン4エア、リマスタードが今ね、プレイステーション4で出てますから、リマスタードをやって、なおかつモダン4エア2のキャンペーンも頑張ってプレイして、モダン4エア3も頑張ってプレイして、このモダン4エアに帰ってくると。そうするとまたね、面白くなってくると思いますんで、楽しみにしておいてください。ちょっとね、この話が、スペシャルオプスに続くということだったので、ちょっとそのあたりでね、一生懸命やっていこうかなと思うので、楽しみにしておいてください。というわけで、今回キャンペーンモードはこちらで終わりになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回シリーズいろいろ考えてますので、また楽しみにしてください。できればスペシャルオプスやろうと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しみに。お疲れ様です。